夜のガスパール初版本、夜のガスパールは、ルイ・ベルトランの詩集、および、それを題材にしたモーリス・ラベルのピアノ組曲である。フランスの詩人ルイ・ベルトランの遺作詩集である。ベルトランは生前は無名だったが、死後に再評価された。1842年にアンジェとパリで、友人の彫刻家、ダビットの努力により、ビクター・ペイビ書店で刊行された。著者のジョニー。 ビクトル融合ーーへの献字、歌52編、断編13編で構成されている。1842年の初版には、シャルル・オーギュス・タン・サント・ブーブの序があるが、構成の出版では省かれることが多い。作者原稿に基づく下看板が定本とされている。断編とされた13編を除く部分は、1836年に成立していた。西洋文学で、 三分子という様式を確立し、ボードレールの三分子に大きな影響を与えた。アンドレ・ブルトンは幻想性に注目し評価した。ラベルは1908年、ベルトランの詩集から、オンディーヌ、スカルボ、コーシュダイの三編に層を得て、これらをイメージした三曲のピアノ独奏曲からなる組曲を作曲した。1909年1月9日に、 リカルド・ビニエスのピアノによってパリで初演された。各学章は、ソナタ学章、感ョ学章、ロンド学章の順に構成されており、古典的なピアノソナタが意識されている。その一方で、開始学章と修学章の調整が一致せず、各学章に詩的な題名が割り振られているところは、ロマン派的な性格的商品集や表題音楽に近い。しかも和音構成や、 先方的な旋律においては、印象主義音楽の類型が現れている。音楽的知識と、感性、想像力が高度に統合された、ラベル初期のピアノ曲の最高傑作である。第1曲、オンディーヌ・オンディーヌ・エーハ・長調、レント、4、4拍子。水の戯れ、洋上の小舟と並ぶラベルの、水三部作とする向きもある。 終始複雑で細かいアルペジオが左右で入り組む難曲。形式は、そなた形式で、詩の内容に忠実に基づいていると言われる。第2曲、公主大例辞令編補短調、トレスレント4、4拍子。変論のオクターブが終始一貫して、早々の鐘のように、不気味になり響く。極めて遅く。 重々しいテンポは全く変更されないが、それとは裏腹に表紙は目まぐるしく変化を重ねる。その結果、暗淡暴爆たる雰囲気が醸し出される。初演者のビニエスは、この曲を退屈に感じて、ラベルの心象を悪くしたと言われる。第3曲、スカルボスカルボエート、短調、ビフ、3、8拍子。急速なパッセージと強弱の激しさ、そして不気味な旋律が、 自由に飛び回る小悪魔を描いている。急速な連打音やアルペジオによる複雑な運指がこの曲を至って困難なものとしており、現代のピアニストでも満足に弾くことは難しい。リストのメフィストワルツ第1番が下敷きとなっている。ラベルは第3曲について当時最も難しいとされたバラキレフのイスラメをもしのぐ演奏技巧が必要だと言っている。 オーケストラの魔術師と呼ばれたラベルだったが、この曲には自身の還元楽版を残さなかった。1990年にマリウス・コンスタムがオーケストレーションを手掛け、デュラン社から出版されている。なお、ラベル自身もこの曲にオーケストラ的な響きを想定していたようである。その例章として、この曲の解釈について、ラベル本人から説明を受けたことのあるピアニストの ブラド・ペルルミューテールによれば、ラベルは説明の際に、特に表現については、具体的なオーケストラの楽器の名前を持ち出して、例示したといい、ペルルミューテールが肯定した、ラベルのピアノ曲集には、そういった、ラベルの例示が記入されている。ありがとうございます。